it is, y'all. It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Where we stay tuned. Damn. Everywhere that I go, ain't the same as before. Yeah, I need for my ass. Music Garage. Yeah, yeah. Room 101 with Ching Nishida on Bay FM 78.時刻は午前3時を回りました。皆さんどうもこんばんは、 DJ の西田真です。毎週金曜のこの時間はミュージックガレージルーム101。今日もですね、ヒップホップを中心に今の音楽シーン、そしていろんなカルチャーをピックアップしてお届けしていきます。4月の10日ということでね、もう早いもんですけれども、いやーもうここ最近ね、やっぱり世の中が結構ね、ブヨーンとした空気に包まれてますけども。まあその中でもね、ちょっとテンションがプチ上がった、ブチでもないですけど、プチ上がったことはね、9月に予定されております、この、ZOZO マリンスタジアムが、これ舞台ですけども、スーパーソニックにですね、この、なんとこのウータンクランがね、これ、やってくるということで、いや、ウータンはね、今まで何度か見てますけれども、このベテランにね、今になってこのウータンのこの再評価も結構やばいんでね、無事に、はい、なんか今のこの新型コロナウイルスが、パーンととか、うんさん無償してね、無事にウータンをわーっとプチハンズアップしてみたいなと思ってるんですけども。さあ今日もですね、いろんな音楽をお送りしていきますけども、まず今夜の1曲目は、2009年リリースの全米ナンバーワン。まあこの曲で、まあこのね、今をときめくブルーノ・マーズ大先生もね、プロデューサー、そしてシンガーとしてバーンっていったようなところもあります。プロデューサー、そのブルーノ・マーズ行きます、ザ・スミージントンズなんですけども、聞いてください。 B.O.B. フィーチャングブルーノ・マーズ Nothing All New。 さあお聞きしたのは B.O.B. フィーチャングブルーノ・マーズで Nothing All New でした。さあ今日もですね、僕にしたシンガーをお届けしていきます。ミュージックガレージルーム101、湾岸エリアのラジオステーション Bay FM からお届けしていきます。番組のね、これツイッターの方もね、ぜひ皆さん参加してほしいんですけれども、ハッシュタグルームアンダーバー101、ね、ハッシュタグルームアンダーバー101、メールもねちょこちょこ来ておりまして、リクエストなんかもねお届け、たまにしてるんですけども、この時間にね、皆さんが深夜の金曜日にラジオから流れてほしいというね、このヒップホップ、R&B チューンなんかもね、教えてほしいんですけども、メールアドレス、こちらはですね、101@bayfm.co.jp、101@bayfm.co.jp、紹介させてもらった暁にはですね、番組のオリジナルステッカー、短い字、ルーム101と書いてありますね、クールなステッカー差し上げますんでね、よろしくお願いします。さて、この番組ですね、ヒップホップを中心にお届けしている番組なんですけども、まあラジオから流れるヒップホップもいいですしね、あとこの CD で聴くのも、クラブで聴くのも、アナログで聴くのもいいんですけども、やっぱりこのヒップホップといえばですね、ミュージックビデオとともに成長してきた、まあそんな音楽でもあります。はい。なんかね、まあ僕昔が、ね、昔すぎるかもしれませんけども、90年代はね、結構この西海岸の方でも結構ね、なんか相手のラッパーのことですね、茶化すようなねビデオとかありまして、ドクター・ドレイのレッド・ミー・ライドという曲がありまして、まあこれスヌーブと一緒に出てるんですけども、このレッド・ミー・ライドの中でね、ある男がなんか犬に追われてるようなシーンがありましてね、で誰だと思ったら、これまあ当時仲違いしたこのイーズイー、はい、イーズイーのことを思いっきりね、映像上でディスってる。で、それに返す刀で、このイーズイーが、リアルマザーなんとか G っていうね、タイトルはこれ言いませんけれども、はい。この曲でもうね、どれとこのスヌープをもボコボコにするみたいなね、こういうのもありまして、結構面白い、そういう文化、そのまんま映像で流すんだな、みたいなね、こともありましたけどもね。まあ今もね、日々進化しているこの映像、ヒップホップとこのミュージックビデオなんですけども、まあ今日はですね、映像について、まあ映画についてもね、ちょっと特集していきますからね。はい。それでは今夜のミュージックガレージルーム101メニューを紹介していきましょう。3時台、まずは最新の Spotify から、おすすめを紹介していくと思ってるんですけども、プラス僕に写真がセレクトした深夜のドライブにぴったりのナンバーなんかもお届けしていきます。で、3時台後半は、
映画とヒップホップの話、ブラックムービーって言いますかね、もう昔からこのねヒップホップムービーというのはたくさんあるわけですよ。でその中でもね、僕が気に入った影響を受けた、そんな映画を紹介していこうというふうに思います。さあまず早速なんですけども、最近の Spotify から、ポンポーンとお届けしたいと思うんですけども、これですねトップ50グローバルですけども、まあいろんな曲が入ってますが、若手の台頭が目覚ましいですね。シアトル出身の若干18歳、まあ見た感じもねちょっとおぼこいんですけども、リルモジーのブルーベリーファイゴというナンバーがこれね入ってきてましてね、これ今見てるところ、これ今これ収録してるんですけども、現在8位というねトップ10に入ってますけども、実際の US の、シングルチャートなんかでも自身初のキャリアハイのトップ40に食い込んでおります。そしてもう一曲はですね、以前もね Say So っていう曲かけましたけども、ドジャキャット、はい、LA 出身のですねシンガー&ラッパーですけども、フィーメール MC、まだ24歳なんですけども、 Say So はねむっちゃメローなんですけども、今からかける曲結構ねハーコーですよ。で彼女の最新のアルバムではなくて、バーズオブプレイのサントラに入っているナンバーで、これ日本でもね結構ねボーンとね、最近人気上昇なんですけども、これもですね、Spotify のチャートに入っております。じゃあパンパーンって聞いてください。リルモジーでブルーベリーフェイゴー、そしてドジャキャットボスビッチ。お送りしたのはリルモジーでブルーベリーフェイゴー、そしてドジャキャットねボスビッチ。はい、いやードジャキャット攻めてますね。もうなんか変幻自在と言いますかね、トラックもどんな曲でも乗りこなすというね、そんな感じなんですけれども、まあおそらくこの2020年のまあ下半期はねこの人の時代になるじゃないかというふうなぐらいに今躍進目覚ましい、そんなフィメール MC のナンバー皆さんに聞いてもらいました。さて西田慎がお送りしていますベイフェムミュージカレージルーム101。いくつかねメッセージも頂戴していました、ありがとうございます。こちらねラジオネームキセル X さん、どうもありがとうございます。毎週ラジコにて聞いております。西田さんに代わってからドハマりしたヒップホップがたくさんかかってすごく嬉しいです。私自身90年代は渋谷の宇田川町でレコードを買い漁っておりました。はい、当時は G ・シモンのフィーチャングケアレスワンのミュージックフォーザ 90s、初めてこのレコード買ったというふうに書いてますけどもね、思い出しますね、宇田川町のこの渋谷のねあのレコードをいやパンパンパンって密集してるとこね、シスコがあって、そしてマンハッタンがあって、そして DMR ですね、ダンスミュージックレコードがあって、いやもう僕もね関西出身なんですけども、関西にもね同じようなアメリカ村というねところがありまして、まあ文化の中心地みたいな若者ので、そこにも同じような感じでね全部ありました。このシスコのマンハッタン、そして、ダンスミュージックレコード&アンドモアモアモアなんですけども、新譜が出るたびにね朝から行きましてね、まあこの早いもん勝ちみたいなところありましてね、このラッパーが新譜出したらもう買うでしょみたいな感じで、もちろん買うわけなんですよ。で主張もせずに買うんですけども、結局買ってからなんかいまいちだなみたいな感じでね、家に眠ってるレコードも多々ありますけども、でもいつか日の目を見る時もねあるでしょうということで、相当使いましたよお金、年間って言いますか、年間いくら使ったかもう考えたくないぐらい使いましたけどもね、一回ねナズの新譜とかね10枚ぐらい買ってね、で帰り道ねよしと思って、で重かったんで網棚ですか電車のね上のに置いて、パッてね自分のこの最寄り駅を打ったら忘れたまんまでね、で慌ててこのね会社電話してですね、すいません忘れましたんですけどもってことですぐ出ると思ったら、多分誰か取っていってね、未だに出てこないということで全部買い直しましたね。あれは泣きましたけども。はい。この方、某都民さん、宮城から頂戴しています。28歳の方。西田さんこんばんは、こんばんは。私は西田さんのトークを聞くのが初めてです。毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。I Love 西海岸特集で取り上げていました。NWA から2パックまでの流れを家でバウンスしながら聞いてました。ね、結構ね、首も入れるでしょう。ね。
私はまだ LA に行ったことがないんで、カーステレオで G ファンクを流しながらヤシの木が立ち並ぶ海岸沿いをドライブしたらどんなに気持ちいいんだろうと改めて想像してしまいました。リクエストは同じく LA を拠点とするサンダーキャット、フェアチャンスフィーチャングタイダラーさん&リルビー、親友である子マックミラーに捧げた曲ということで、両者の一ファンとして繰り返し聴きたい曲。いやもうぜひともね、今のこのコロナウイルスのことが収束したら LA に行ってほしいなと思います。あの向こうね、あのフリーウェイもね広いんで車社会なんですよ。ぜひともね、車運転してほしい。でラジオも前特集しましたけども、ファーアンノスティックスとかビートとかね、ヒップホップ専門ステーションがまたこれいいんですよ。新譜もね基本的にかけてんですけども、その合間合間にね懐かしいこの90年代のウエスタンなんかもかかりますんでね、いつか行った時には大音量でヒップホップ楽しんでください。それでは、リクエストにお答えしてサンダーキャット、このサンダーキャットもねもうベーシストというかプロデューサーで、まあ、天才ですよね。あの、ケンドリック・ラマーがあの、トゥーピンパーバタフライで、ボーカルとか、あるいはバックグラウンドボーカルとか、ベースとか、プロデューサー、いろんなところに起用してね、まあ、彼の右腕とも言える存在なんですけども、行きましょう。サンダーキャット、フェアチャンス、フィーチャング、タイダランサイン、アン、リルビー。ラジオネーム、ボー・トミンさん、宮城県にお住まいの方ですけども、リクエストどうもありがとうございました。サンダーキャットで、フェアチャンス、フィーチャング、タイダラさん&リルビー。この、フェアチャンス、この、ゆるーい、レードバックした感じのね、ナンバーなんですけども。まあ、LA だったらそうですね。西海岸のこのアナハイムからもうちょっと車で行ったオレンジカウンティのラグナービーチっていうとこがあるんですよ。そのあたりでね、ゆっくりこれ聞いてほしいなと思うようなそんなナンバーですけれどもね。さて、西田慎がお送りしています、ベイフェムミュージックガレージルーム101。それではですね、ここで、西田慎レコメンド、深夜のドライブにぴったりのナンバーを一曲をお届けしたいと思ってるんですけども、まあこれはおそらくもう皆さんね知ってる方も多いと思うんですけども、もう今ガンガカリですよ全世界で。カナダ出身のね天才ザ・ウィーケンド、ニューアルバムアフター・アワーズからの一曲なんですけども、まあ数年前のねザ・ウィーケンドが出てた時のイメージからしたらもう全然っていう、こういうことするんだっていうぐらい、まあテーマは完全にこの 80s のねシンセポップですよね。デペッシュモードとかね、このヒューマンリーグとかね、あの抵抗味じゃないですけども、当時の 80s のなんかかっこよさとね、今のこのザ・ウィーケンドの稲田さが融合したような、そんな一曲ですけども、全米堂々のナンバーワンでもあります。聞いてください、ザ・ウィーケンドで Writing Rights。 いやスピード出しすぎ注意っていうぐらいね、もう軽快なこのドライビングソングでもありますけどもね、全米ナンバーワン、本当に気持ちいいナンバー、ザ・ウィーケンド Blinding Rights をお届けしてますけどもね。ベイフェムから西田慎がお送りしています、ミュージックガレージルーム101。さあ、お知らせを挟んで今夜の特集、ヒップホップを色濃く描いたブラックムービーについてお届けします。ダイヤルそのまま 78.0 ベイ FM。 Dig tracks Get the rhythm Move to the beat Recommended tracks Nail it Flow Move to the beat Recommended tracks Music Garage Room 101 We're... さて、僕西田慎が金曜深夜にお送りしていますヒップホップ専門プログラム、ミュージックガレージルーム101。先週のねこの時間は4月10日金曜日公開の映画ウェーブス、こちらをね紹介しましたけどもね、いやいろんなこのケンドリック・ラマーとかね、チャンサー・ラッパーとかフランク・オーシャンとか、もう素晴らしい曲がね映画の随所に散りばめられてる素晴らしい、そんな映画ですけども、まあここ最近ではね、ブラック・パンサーとかムーンライトなんかもねありましたけれどもね、アメリカ国内でもね非常にこのプロップスが高くて、興行収入も大成功を収めている、いわゆるこのブラックムービー、はい、まあ、黒人のね俳優が主演していて、でおまけにこの監督も黒人というね、
アフリカンアメリカンというね映画も非常に増えてますけども、このミュージカレッジルーム101では、2週にわたってね、そのまあ簡単なこの歴史といいますか、ね、流れといいますか、あと見てほしい作品についてちょっと紹介したなと思うんですけども、まあ一概にこのねブラックムービーって言ってもまあ幅広いわけなんですけども、例えばこのデンゼル・ワシントンとかね、エリー・マーフィーなんかが出ている、黒人スターが出ている、そういう映画もまあいわゆるブラックムービーとも言えるんですけども、まあそうですね、本当に黒人ならではの視点で描かれた映画っていうのが真のこのブラックムービーではないかなというふうに思うんですけども、近年ではやはりこの開拓者の一人であります、スパイク・リーですよね、スパイク・リー監督が残した功績というのは大きいと思うんですけれども、この人はもともとですね、一番最初に89年に Do the Right Thing という、映画で大ブレイクしました。まあその前にもShe's Got to Have It と、スクールデイズという素晴らしい映画があったんですけども、やはり商業的にも、そして彼の知名度を押し上げたのも Do the Right Thing。 内容的にはね、ニューヨークが彼の地元ニューヨークが舞台なんですけども、まあブルックリンというところですね、まあいろんな人種のルツボテル出ますところですから、イタリア系とか、そしてもちろん彼みたいなアフリカンアメリカンとか、あるいはこのエイジアンですよね、韓国系とか、まあいろんな人が普段は、まあ肩を寄せ合って生きているエリアなんですけども、何かの瞬間でドーンとそれが爆発する。でそんな時にこの人種間の問題がね、一気に火を吹くみたいなことをですね、コミカルにそしてシリアスに描いた、そんなね、スパイク・リー監督、まあ非常に尊敬してますけども、ぜひともねこの Do the Right Thing 見てほしいんですが、そこにやはり音楽があるわけですよね。で当時同じような感じで、世間にメッセージを常に発信していたのが今でも現役のねパブリックエネミーですよ、チャック・ディーとフレーバー・フレーブ。最近はなんか仲違いしたみたいなニュースもありましたけどもね、実は嘘でしたみたいな感じでまた元の世界に収まりましたけども、そんな彼らが一番油が乗り切ってた時期、 Do the Right Thing といえばこの曲、聴いてください。 Public Enemy で Fight the Power。 さあ聴いてもらってます、 Public Enemy Fight the Power。 89年のナンバーでございますけどもね、スパイク・リー監督の出世作 Do the Right Thing、こちらにですね何度も何度も劇中で使われています、レディオ・レヒームというすごいキャラクターがいてね、もう大男なんですけども、いわゆるブーンボックス、ラジカセを担いでね、もうのしのし歩いてるわけですけど、彼がね、大名でこの劇中でかけてる曲がこれなんですけどもね、非常に当時先生したのがね話題を振りまきましたけども、さあ西田真がお送りしていますミュージカルジルーム101。この時間はですね、ブラックムービーアフリカンアメリカンがまあ主演している、そしてヒップホップにも関わっている、そんな映画を紹介してますけども、変わりました、同じねニューヨークを舞台にしたね、今度は92年のジュースという映画。このジュースはですね、今紹介したDo the Right Thing、 スパイク・リーの Do the Right Thing で、撮影監督を務めていましたアーネスト・ディッカーソンっていう人がメガンを撮った、そんな作品なんですけども、このジュースはですね、そうですよ、その後ね、まあドーンと大スターになるあのツーパック・シャコールが主演しています。で一緒に出てたのがオマー・エップスというね役者ですけどもね、顔を見たら、あこの人かっていうオマー・エップス。後年には、後には北野武監督のブラザーとかにも出てましたり、あとチャーリー・シンが主演していました、メジャーリーグシリーズの確か3だったかな、出てましたけどもね。まあそんなジュースですけども、これはね、まあ簡単に言ったら青春バイオレンスムービー的な風に言われてましたけども、ニューヨークを舞台に4人の友達たちがいまして、で、まあオマエップス演じるのが Q というね、まあ普段はヒップホップの DJ なんですよ。家でスクラッチをしたりとかね、まあヒップホップ大好き少年なんですけども、ある時にですね、クイーン・ラティファっていうラッパーがいるんですよ。彼女がまあまあ出てるんですよね。司会者役で出てるんですけども、DJ の大会があって、今言ったらDMC みたいな大会ありますよね。その日の夜に悪友である2パックが犯罪を、
まあまあまあ促すんですけども、この日にちょっと一緒にやろうぜ、強盗みたいな。で、その時にまあまあ結構いろんなことが起こっていくというね、結構シリアスなシーンもあれば、合間合間にね結構ヒップホップもね頻繁に登場するというねナンバーなんですけども、このサウンドラックも秀逸でいろんなラッパーが参加してるんですが、このジュースといえばやはりですねスリリングなベースラインのサンプリングが秀逸な一曲です。聞いてください。エリック・ビアのラキムでジュース・ノーザ・ウェッジ。2パック主演の映画ジュースのサントラに収録されています。エリック・ビアのラキムでジュース・ノーザ・ウェッジ聞いてもらいましたけどもね、いやーいい映画でした。はい、劇中にねレコード屋でこのまああの彼らがレコードを万引きするシーンなんかがあるんですけど、万引きしてるのがこの EPMD であったりとかね、あと普段の世間話で2パックが昔のこのブラックムービーでヒップホップムービーで何がかっこいいみたいな感じで、クラッシュグルーヴとかワイルドスタイルとか言ってる、そういうこともねセリフも含めてですねいろんなこのね勉強になるシーンがたくさんある、そんな映画でしたけれども、さあ西田慎がお送りしていますミュージックラジルーム101 BFM からお届け中、今日はですね僕が大好きなこのヒップホップカルチャーに根ざしたこのブラックムービーを特集してますけども、やはりねこのまあギャングスターを描いた映画っていうのが結構アメリカではありましたよね。まあギャングといえば大概ねこの昔だったらマフィア映画ゴッドファーザーもそうですし、あと何でしょうグッドフェローズとかイタリアン系というイメージがありましたけども、まあ、ここ最近はこのね、ブラックムービーからはアフリカンアメリカンのギャングという存在、これがですね結構衝撃的に日本に伝わった側面もあるかもしれません。っていうのは向こうはね、ブラッツとクリップというね、二大ギャング集団がありまして、まあ、ブラッツは赤がチームカラー、そしてクリップスは青がチームカラーなんですけども、この二つのギャングがですね、まあ元々は LA が発祥なんですけどもいがみ合うわけですよね。で、まあ、例えば、サウスセントラルとか、コンプトンとか、彼らが結構、まあまあ、根を張ってる地域なんかね、同じこの、親戚同士でも、この街は、お前はブラッツ。で、俺はクリップス。だから、俺はお前と、仲違いというかね、結像みたいな、そういうね、非常なね、ところもあったりとかするみたいですけども、そういうことがわかる映画っていうのが、実はいくつかありまして、まずはね、あの、有名なアイスキューブ主演の97年のボーイズ・イン・ザ・フード。はい。これはね、やっぱり、コンプトン、LA のサウスセントラル、この辺りに住んでいる、まあ、アフリカ・アメリカのね、若者たちの、まあ、悲哀と言いますか、非常にタフなこのね、生活を、ストリートな生活を描いている。で、合間にね、っていうような、この、銃をバンバンって撃つシーンもあったりとかね、嘘、こんな時にこんなことで撃たれんの、こんなに命って簡単に失われんのみたいな、ことが、結構当たり前のように彼らの日常で起こったり、これがわかる。そしてその2年後に93年には同じような感じでね、衝撃を与えましたメラスソサイエティ、まあ、放題はポケットいっぱいの涙なんですけども、まあ、これも同じような感じでね、LA の、まあ、コンプトンとかサウスセントラルあたりの、まあ、若者たちの日常を描いてるんですけども、いやー、普段はこんなにね、明るい若者なんですけども、けど、ギャングの顔になったら、当たり前のように同世代の若者をですね、ポン、ポン、ポンって消していくんだ、みたいな。はい。まあ、当時はちなみにですね、まあ、反面教師的なメッセージをね、ボーイズ・ザ・フットのジョン・シングルトン監督もね、あとメナス・ソサエティのアレン&アルバート・ヒューズ兄弟もね、描こうとしてたんですけども、それを履き違えて、映画館の中でドンパチするようなね、こともあったみたいですけれどもね。はい。じゃあ、ここで一曲。まあ、最近残念なことにコロナウイルスに、かかったという話も聞きましたけども、メナス・ソサエティに主演しています、アメリカのコンプトンズ・モスト・ウォンテッド・エレを代表するグループのリーダー的存在。映画の中ではね、ちょっとギャングの親玉的な感じで出てますけども、MC8 のナンバー、この映画のサントラから聞いてください。Straight Up Menace。さあお届けしているのはですねメナスソサイエティポケットいっぱいの涙というね映画のサントラに収録、これ確かね映画のエンディングでかかるんですよね、主演もしていますラッパー MC8 のナンバーで Straight Up Menace でした。
ということで、今週はですね、私の大好きなブラックムービーを特集いたしました。Deep Tracks Get the Rhythm Move to the Beat Recommended Tracks Nail it Flow。さて今日もですね、僕西田慎がお送りしてまいりましたミュージックガレージルーム101。早くもねお別れの時間でございます。いやー、話足りないというのはまさにこのことでね、もっともっと喋りたかったんですけども、このブラックムービーのね、特集ということで、今日はさっきボーイズンザフットとかね、メナースソサイエティなんて話もしましたけども、面白いのはそういうね、結構シリアスに作っているブラックムービーを同じ黒人たちがね、このパロディーとして出すみたいな、そんな文化もあったりとかして、96年には Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood、 長すぎるねんというタイトルの映画が出ましてね、これはウェイアンズ兄弟という、まあまあちょっとコメディアン的なね、兄弟が、まあ、主演して、映画確か監督もしてたんですけど、これが面白くてね、さっき僕喋りましたけど、ジュースとかね、Do the Right Thing とか、あとボーイズンザフットもメナスソサエティも、あとニュージャックシティとか、そういった映画のね、有名なシーンをですね、むっちゃ面白おかしくパロディしていて、向こうでも売れました。はい、これもね、多分中古のね DVD とか VHS があるかもしれませんのでね、機会があったら見てほしいんですけれどもね。はい、ぜひね、番組の感想とか質問、リクエストも大歓迎なんで、メール送ってください。こちらの方、101@bfm.co.jp です。紹介した暁には、番組のすごくかっこいいステッカープレゼントしますからね。メッセージには、電話番号含めて、あなたの連絡先もしっかりと明記してください。よろしくお願いします。それでは本日のラストナンバーということで、さっきのボーイズンザフットという映画に主演しています西海岸を代表するラッパー、アイスキューブ。アイスキューブのね、93年のリーサルインジェクションというアルバムの中に入ってるナンバーなんですけども、これね、さっき91年のボーイズンザフットの多分オープニングでかかってるトラック、このトラックを、うまくと使ってる、そんなラップでございます。これはかっこいいんですよね。アイスキューブのゲットバードを聞きながらお送りしたいと思います。ミュージックアレジルーム101、お相手は僕西田慎でした。また来週です。バイバイ。